南西諸島。南西諸島は、九州南端から台湾北東にかけて位置する東諸群である。北から南へ、大隅諸島、ドラツ列島、奄美群島、沖縄諸島、宮古列島、八重山列島と連なり、沖縄諸島の東に離れて、大東諸島、八重山列島の北に離れて、尖閣諸島がある。南西諸島という名称は、海上保安庁の前身である。 水路部が中心となって1887年、明治20年頃に命名した地名とされ、翌年発行した海図、石垣白地日本、南西諸島、石垣島にその名称を拝めて記載されている。1894年、明治27年発行の、日本水路市以降の海図から本格的に使用され、また、国土地理院の前身の一つである。 日本陸軍陸地測量部による九百三十七年昭和十二年発行の陸にも記載されている。しかし南西諸島の名称は水路部など限定された組織で使用されたためか太平洋戦争が開始されるまで一般には知れ渡ることはなかった。米軍統治下の沖縄でも公文書のごく一部に南西諸島が記載されているだけで後に日本復帰した沖縄県でも 使用例はほとんどない。1965年10月25日の第4回地名等の統一に関する連絡協議会において南西諸島の使用合意がなされ、それ以降の国土地理院の陸図と海上保安庁海洋情報部観光の会図では正式名称として使用されている。しかし南西諸島は公共機関が決定した行政名称であって地理学、 地球科学で用いられる専門用語ではない。以下の表に南西諸島の範囲とその名称を列挙した。ピンクは鹿児島県、薄青紫は沖縄県に属する諸島を表している。シャタヤザの地名は地名等の統一に関する連絡協議会において未合意で国土地理院で使用している名称を挙げた。南西諸島は時に 以下の名称と合わせて使用されることがある。また、以下に南西諸島とほぼ同義で使用されていない名称を挙げる。南西諸島のうち、尖閣、大東諸島を除く琉球列島は、琉球海溝と沖縄トラフとの間に位置する。また、トカラ列島の悪石島から小宝島、沖縄島と宮古島の2県に琉球列島を分断する2本の構造線が、 存在し、前者は、トカラ構造海峡。この海峡は、生物地陸の旧北区と、東洋区の境界の一つで、渡瀬線と言われる、後者は、ケラマ海列、宮古大地と呼ばれる。琉球湖はこれらの構造線を境にしてきたから、北、琉球、大隅諸島など、中琉球、奄美群島、沖縄諸島など、南琉球、宮古、八重山列島と分けられる。 大隅諸島は南西諸島の北部に位置し、薬島、種子島、口の選ぶ島、マゲ島の4島からなるが、抗義には西側の三島村に属する島々、上三島、口の3島とも言われるも含まれる。種子島西部、薬島東部などにサンゴ礁が小規模であるが発達し、これらは南西諸島に分布する最北端のサンゴ礁と考えられる。 九州地方の最高峰、宮の浦岳を要する屋久島は、中心よに四国海盆の沈み込みにより生じた河口岩が流気と侵食を受けて高く険しい山地を形成したと思われる。海岸付近では数百メートルを越す急な斜面が現れるが、島中央部に向かうにつれて斜面は緩くなる。山頂部は岩盤がむき出しの状態となる、トは地形が生じている。 これは、長年の風化や氷河期に起こった、周氷河作用によるものと考えられる。南部と東部の海岸部に4段、または5段に及ぶ、海岸弾球が発達している。更新夜に弾球が形成されたと思われるが、海抜数メートルの非常に低い場所に、関心夜時代の弾球が見受けられる。高深な地形の薬島に対して、種ヶ島は、低平な大地上の島である。 種ヶ島は海底から隆起した島で全体的に海岸断球が発達している。特に島北西岸辺は幾度にわたって形成された海岸断球が見受けられるが南東部では断球地形が侵食され溺れ谷が目立つ。これは島北部は主に砂岩と年番岩のカタ,カタなご層からなり南部は歴岩、泥岩などの軟弱な地質で構成されているからである。 また島全体は、テフラと呼ばれる火砕流による堆積物が関心よに広がり、地上の動植物に多大な影響を及ばしたと見られる。口の選ぶ島と上山島は、麻生山から南へ連なる霧島火山帯に属する。また洋島と竹島は、機械カ,カルデラの外林山の一部をなし、ほとんどのカルデラは海底に沈んでいる。直径、 約2 0トルの大円形カルデラで、水深は最大5 0 0ルにも達する。過去に大規模な火砕流を伴う噴火は少なくとも4回、発生し、最近の噴火時期は約7300年前である。これらの火砕流は東側に離れた薬島と種ヶ島、さらに九州の大隅、薩摩半島にまで及んだ。口の選ぶ島の東部と西部に2つの飛散体を、 有する。特に東部に位置する新竹の噴火活動は活発で、有史時代から何度も噴火している。1933年の噴火により、東側山麓に存在した集落が消滅している。トラツ列島は、鹿児島県と島村に帰属する、島諸群である。全長約3 2 0トルに及び、琉球湖内湖の火山島が列をなす。 霧島火山帯に含まれ、そのうち洋島、竹島からトカラ列島を経て、沖縄県最北端の洋鳥島までをトカラ火山島列と言われる。トカラ列島は第四期に形成した新規火山島列と第三期に噴火し、火山地形の原型を止めていない旧規火山島列に大別される。旧規火山島列は新規火山島列よりも大陸側に位置する。 急気火山列は安山岩室の火山島で構成されるが、中には宝島、小宝島のように、珊瑚礁由来の地形が発達している島もある。ガジャ島や平島は、島の一部を囲む急で険しい断崖もあれば、平坦で緩やかな傾斜面を有する場所も存在する。また宝島と小宝島は、約2500年前に発生した大地震による隆起運動が認められ、 宝島は約3メートル、小宝島は最大8メートルも上昇したことが判明した。霧島火山帯という活発な火山帯、都から構造海峡、沖縄トラフの拡大等と多くの要因が挙げられる。新規火山列に属する火山島は、海面下約500メートルの海底から山体をなし、海抜979メートルのお竹を持つ、中野島は、 海底からの飛行が約1500メートルに達する。口の島は2カ所のカルデラが分布し、そのうち比較的新しく形成されたカルデラ内に3つの中央化高級が存在する。このカルデラは、島南東部に位置し、長径2.5キロメートルの大形を有し、外輪山の原型を保っている。中央化高級はいずれも溶岩ドームで、その一つの年だけには、 噴気活動が見受けられる。諏訪の瀬島は霧島火山帯の桜島とともに非常に活発な火山活動を行う。過去200年間で少なくとも8回の噴火が認められ、スコリアと溶岩を大量に噴出している。1813年頃、文化年間に、スコリアは集落地に厚さ50センチメートル以上堆積し、当時の住民は当該への避難を余儀なくされた。 天マミ群島は南西諸島の中北部に位置し、最北の天マ大島から南端の与論島までの約2 0 0キロメートルの海上に連なる島諸群である。国土地理発行の陸図に長らく天マ諸島と表記されていたが、2010年2月15日の第72回地名等の統一に関する連絡協議会において天マミ群島は決定地名として採用された。 奄美群島で最大の面積を有する奄美大島は、古生代の樹ュラから白秋にかけて形成された、基盤岩類が露出している。そのほとんどは、侵食により急峻な山地形を成しているが、標高300メートル付近に平らな地形を有し、さらに島南西部の山頂部、標高約300メートルから450メートルには、起伏の小さい突起状の地形を確認できる。 これらは純平原、新色小規覆面と言われ、南西諸島の一部の島も純平原が形成されている。島の海岸線は入り組んだ構造をしたリアス式海岸で、周囲の海岸には原生産五礁が見られる。島北東部のカサリ半島は上実した奄み、大島主体部の地形と異なる。海岸断が広く分布し、厚さ約メートルの海洋堆積物で、 構成されている。機械島は数段に及ぶ産後商談球で形成されている。島の海岸戦争に関心よに形成された産後商談球が4段も確認でき、また北西に向かうにつれて、この段球面の高度は小さくなる。奄美群島の東部に位置する機械島は海溝側に最も近くフィリピン海プレートの沈み込みで流気が激しい。実際に 機械島の流気速度は、琉球列島内で最大で、約7000年間で10メートル以上も流気している。この島で発生した流気運動は、大地震による地殻変動によるものと考えられる。徳之島は、火星岩を主に基盤とし、島最高峰の井の川氏の標高は645メートルに達する。それに対し沖の選ぶ島、与論島全体は、 竜気山五章の弾丘で形成され、最高標高は約200メートルと比較的低く、河川も発達していない。沖縄諸島は南西諸島の中央部に位置する島諸群で、南西諸島で最大の面積を有する沖縄島、沖縄本島をはじめ、その周辺離島のケラマッ島や久米島などで構成される。行政上の区分として大島諸島は、 沖縄諸島に含まれるのが一般的である。沖縄諸島の主島である沖縄島は地質構造上、うるま市石川から残波岬付近までを結ぶ境界、石川地峡を基準に南北で異なる地形、地質を有する。本部半島を除く島北部は、白亜紀に形成した偏成湾の一種、千枚岩で主に構成された名護層で占める。 しかし島北部から見て、南東側、名護市東部から近町は、左岸室深帯のカーキラ層で、場所によっては大きく集局した地層を観察できる。本部半島と伊平屋島、伊勢名島から南東にかけて付加し、そのうちのカーキラ層は、深帯構造を取る沖縄と北部周辺の中で、最も新しく形成された基盤がある。本部半島は主に古生代末の、 結晶質石灰岩とチャート、霊岩からなる。カルスト地形が発達し、熱帯地方特有の塩水カルストやポリエと言われる、養殖窪地が多数見受けられる。半島中央に位置する、海抜約400メートルの山頂の起伏は緩く、西側に向かうにつれ標高は下がる。本部半島の西方海上に位置する、イエ島は、 全体的に第四期に形成された石灰岩に覆われた平坦な地形であ。しかし、島の東寄りに古生代のチャートが突出した城山、家島、達中がそびえ、洞水性の石灰岩と不洞水槽のチャートの間から湧水が現れる。沖縄島中南部は北部の地質と異なり、珊瑚礁を由来にする第四期石灰岩。 琉球石灰岩と、新大三期の泥岩や砂岩等で占められた、島尻層群で構成される。山地上の北部に対して、中南部は大地、低地からなり、河川は北部と比較して発達していない。島南部は、北西南東方向に草稿を持つ断層が多数存在するが、これらは琉球石灰岩が堆積する以前に形成されている。 島尻総群霊岩層の風化速度は、日本本土と比べて大きいため、広い盆上の谷が点在し、また、砂岩層には、水溶性の天然ガスを含み、南部一帯に分布している。島南東部に位置する中ぐすく湾は、過去に陸海が陥没し、海岸沿いに広がる平野の西側に、沖縄島から見て、東寄りの分水嶺が形成されたと考えられる。 伊豆名島は、チャートと、砂岩から構成され、石灰岩は見受けられない。山勝な島々で、イヘヤ島には、琉球列島で最大の中石平野の一つが広がる。ケラマ列島も産地上の島々であるが、砂岩と偏成岩、緑色偏岩と千枚岩でなる。千枚岩は、ケラマ列島各地に分布するが、緑色偏岩は、過去に動向を算出した久保島と、八カ島に見られる。 久米島北部は第三期の火山岩で構成され、標高300メートル以上に達するが、南部は琉球石海岩が卓越し平地をなしている。久米島各地には鉱山跡が残存し、かつて金を採掘していた。また久米島東海岸の大島には畳石といわれる安山岩の中上設備が形成されている。沖縄県最北端に位置する伊予鳥島は、 本県における唯一の活火山島で霧島火山帯の南端と考えられる。硫黄岳とグスク岳の二つの飛山帯を有し、硫黄岳には河口湖がグスク岳に外輪山が形成されている。数万年前から火山活動を継続し、硫黄を含む噴気を上げている。1959年に島民を久米島に避難させて、以降、無人島と化している。 宮古列島、宮古諸島は沖縄島の南西約3 0 0トルに位置し、その間にはケラマ海列、宮古大地と呼ばれる水深1 0 0 0ルほどの窪地が存在する。島諸島の地質のほとんどは琉球石灰岩からなり、その下部に砂岩、泥岩の島尻層を基盤とする。地形は山地のない平坦な低地で、島諸島の最高標高は、 宮古島の115メートルである。本諸島の首都、宮古島は大地上の島で、北東内市南海岸には海がけが発達するが、西海岸は砂浜が広がる。北東部の海岸線に沿って発達した断層は、消した地形を形成。またこの断層により、宮古島が三角形の形状を取ったとも言われる。河川はなく、住民は、 石灰岩と島尻層の地層間を流れる地下水と湧き水に頼らざるを得ない宮古島の上水道を参照。1979年宮古島に世界初の地下ダムが建設され、現在は複数の地下ダムが完成している。しかし農地に散布した農薬が地下に浸透し、それによりダムや地下水の水質汚染が問題となっている。 宮古島北約1 5トルの海上に八重菱と言われる産後将軍を形成している。イラブ島とタラマ島はすべて琉球石海岸に覆われ、イラブ島はカルスト地形がタラマ島は海岸段丘で形成されている。八重山列島、八重山諸島は南西諸島の最南部に位置し、日本最西端の与那国島や友人島としては、 日本最南端の波照間島を有し、また行政的には尖閣諸島も含まれる。石垣島の地質は南北で異なり、山ちな北部では、古生大松の編成岩類、トムル層、チャートと砂岩の複合体、富崎層と火山岩由来のの底層などから構成される。また、沖縄県最高峰の大だ岳、標高526メートルは、河口岩を中心とした。 火山複合岩でなり、中心夜に形成されたと思われる。トムル層は、八重山列島で最も古い地層で、海洋堆積物の付加体と考えられる。南部は、宮永層と言われる、四神夜の石灰岩が主で、有効虫を多く含む。入り表島は、山地上の島で、南岸は、九春長岳を有する。標高300メートル以上の山頂部は、浸食により、 緩やか起伏を呈し、純平原を形成している。島西部の海岸線は複雑に入り組み、リアス式海岸を成している。西表島全体は、中心よに形成された砂岩や、霊岩の八重山層群で構成され、北東部にトムル層が見受けられる。また、八重山層は、石炭層を含み戦前は、島西部で炭鉱が開発され、1960年まで、 石炭を採掘していた。県内最長の河川である浦内川と中間川の河口には三角港、エスチュアリーが発達し、マングローブ林が群生している。琉球列島に広く分布する琉球石灰岩は、波照間島と黒島、与那国島北部に存在し、石垣島と入り表島には発達していない。波照間島と黒島は産後商談球で形成された島であるが、 与那国島は沖縄トラフに近いため断層によって発生した小規模の軽道地界が多数存在する。石垣島と入表島の海域に石西小湖と呼ばれる保障が形成されている。琉球列島では巨匠が多く分布しているが石西小湖の水深は約10メートルとやや深い。1924年10月31日。 イリオモテ島の北東海上から多量の軽石とスコリアが噴出した。一時は八重山列島の島々の海岸や港を埋め尽くし、一年かけて北海道のレブン島にまで漂着した軽石もあった。河口の詳細な位置は特定されていないが、水深200メートルほどの浅い海底に存在しているのではないかと思われる。またこの火山は、 霧島火山帯の南西延長に当たるかは不明である。大東諸島は沖縄島から東方約4 0 0トルに位置する。北大東島と南大東島のほかに、そこから約1 4 0トル南の海上に沖の大東島がある。太平洋上に存在する東諸島は琉球海溝と沖縄ドラフに挟まれた廃射に形成された琉球列島には含まない。 北、南大東島は世界でも類を見ない流起干渉の島である。中央部は標高10メートル以下の低地であるが、周囲は数十メートルの高台に取り巻かれ、住民らはハグ、マクと呼称している。1934年に東北大学の地質学者が北大東島を訪れ、ボーリング調査を行った。地上から430メートルも掘り下げ、 当時の世界最新記録に匹敵する震度であったが、基盤と思われた火山岩には達しなかった。そして1980年代に大東海嶺で行われたボーリングでは、死神夜の玄武岩に到達、その基盤に堆積していた石灰岩の形成年代は少なくとも約4800万年前判明した。さらに基盤岩の残留時期を調査した結果、両党は、 赤道付近で干渉として発達し、フィリピン海プレートの移動により北上したと考えられる。また、フィリピン海プレートが琉球海溝に沈み込む際、その手前でプレートがシワのようにたわみ、盛り上がった部分が形成される。これは海溝周縁流気体と言われ、約400万から600万年前に、その流気体に島は差し掛かり、沈降から流気に転じたとされる。 北、南大東島は日本最南端の故障密集地で、南大東島には南西諸島最大の大池がある。カルスト地形が発達し、ドリーネやウバーレといった窪地に雨水が溜まり、故障が形成された。水面標高は1メートルと海水面とほとんど変わりなく、水深は7メートル以上もある。感激の多い石灰岩地形のため、 当初は故障に海水が侵入しているのではないかと思われた。しかし、導電率の計測結果より、海水は故障水と混入していないと考えられる。沖の大東島は、北、南大東島と同様、流気干渉からなる。しかし、最高標高は30メートルと、北、南大東島より低いことから、北、南大東島の流気時期よりも遅く開始したと、 考えられる。明治末期から戦前にかけて島全体は企業の私有地で臨港石を採掘していた。戦後からはアメリカ軍の訓練地として利用され、現在は無人島である。尖閣諸島は八重山列島の北約1 5 0トルの海上に位置し、小島や岩礁群からなる。東、シナ海の大陸方に形成された島所群であるため、 大東諸島と同様に、琉球列島に属さない。尖閣諸島の大半は、中心与の狭狭層と、安山岩質の地質であるが、久保島は島諸島唯一の火山島で、玄武岩で構成されている。島の周囲は、離水産五章が見受けられるが、全体として謙慎な岩山で取り巻かれ、ほぼ垂直な海がけを形成している。尖閣という名称はこれらの険しい地形に由来する。 1968年に尖閣諸島沖の海底に石油貯蔵層と思われる堆積層が面積約20万キロメートル厚さ約3キロメートルにわたって存在し海底資源が豊富に埋蔵している可能性が高いと報告されたその発表を受けてから1970年に中華人民共和国と台湾が当初島の領有権を主張し意見の相違が見られる 尖閣諸島問題を参照。南西諸島は九州南方と台湾の間約1 2 0 0トルに点在する。そのうち、札南諸島は鹿児島県に属し、沖縄県全域の島諸群は琉球諸島と言われる。南西諸島に属する面積0 0 1トル以上の島の総数は198島で、札南諸島は38島。 琉球諸島は160頭となる。南西諸島の気候は、欠片の気候区分によると、西日本と同じ温暖湿潤気候に属する。しかし海に囲まれ、黒潮の影響を大いに受けるため、那覇市の年間平均気温は、摂氏23度と1年の半分以上が段で、日本の他の地域と比較して冬季は暖かく、四季の変化は不明瞭である。そのため、 熱帯と温帯の中間的な気候ということで、亜熱帯気候と一般的に言われている。南西諸島の年格差は9摂氏12度、比較差4摂氏5度とともに、日本で最も小さい値で海洋性気候の特徴を示している。夏季の北、太平洋では、北、太平洋高気圧が発生し、日本にまで伸びてきたその西園部は、小笠原高気圧と呼ばれる。 小笠原高気圧に覆われる夏は高温多湿な気候となるが海上に位置するため最高気温は本州と比較してさほど高くはない。沖縄県観測史上最高気温は池間島の摂氏36.7度2009年現在。最短月は7月で本州の8月より1ヶ月早い。これは7月頃に本州にかかる梅雨前線の南側に 期待勢力を拡大する小笠原高気圧が南西諸島を追い、著しい下降気流を生み出しているのではないかと考えられる。また冬季は逆にユーラシア大陸でシベリア高気圧が発生し、大陸からヒマラヤ山脈により南下をせき止められた冷たい季節風が西諸島へ回り込む。この時期の平均気温は摂氏16度、最低でも約摂氏10度まで下がるが、 沖縄県における観測史上最低気温は1963年1月20日観測された久米島の摂氏2.7度2016年1月24日午後11時現在で黒潮の影響で氷点下まで達しない最寒月は本州と同様1月である沖縄県は5月中旬から6月下旬までの梅雨時期 沖縄気象台によると1981年から2010年にかけての梅雨入りの平年値は5月9日、梅雨明けは6月23日とされる。年7月から10月にかけての台風接近期の降水量が多く、年間降水量の約60%を占める。インドシナ半島からのモンスウムが南西諸島付近に到達、北の冷たい気団との接触に伴い積乱雲の 発生品を高め、南西諸島の南方で、梅雨前線が形成し始める。さらに低気圧の発生により、断湿流が加わり南西諸島に大雨をもたらす。しかし、南西諸島が位置する北緯20から30度は、中緯度高圧帯が存在し、砂漠など乾燥した地域が多い。高圧帯の位置と勢力は、時期によって変動するため、 南西諸島は昭雨による干ばつや渇水に見舞われることもある。実際に沖縄県は1963年の大干ばつ、1981年7月から約1年間の渇水による給水制限、昭和56から57年沖縄渇水を参照を経験している。南西諸島において降雪は最北の大隅諸島までに限られる。 1977年2月17日に、気象庁は、沖縄県内で、初めて降雪を、久米島で観測したが、これは、みぞれであり、俗に言う、雪の公式記録ではない。2016年1月24日、奄美大島で1901年2月12日以来の雪を、また久米島で2度目の沖縄島では、初のみぞれを観測した。12月から、 梅雨明けの6月下旬までの那覇の全雲量は70から80%と非常に曇りの多い日が続きやすい。冬季の12月頃から大陸の乾燥した寒気が水温が比較的高い東、シナ海を通過する際に筋状積雲発生により雲量が大きくなる。2月から3月の春にかけて暖気が前線を北へ押し上げ、東、シナ海では低気圧、東、 品海底気圧が生じやすく、本州太平洋側に降雪をもたらす。また4月の日本全域では低気圧の通過に伴い、停滞前線が発生し、なたねズユと呼ばれる長雨が降るが、南西諸島では移動性高気圧も通過するため、晴天になる日もある。5月に入ると、日本本土はいわゆる、さつき晴れが続くが、南西諸島近海では、梅雨前線が形成し始める。 そして梅雨が明けた7月は1年で最も安定した、晴天日が続き、高温乾燥の激しい正午時期となる。南西諸島は台風、銀座と呼ばれるほど台風の接近、通過が多い地域である。気象庁によると1981年から2010年の期間において台風の年間発生数25.6個に、大使本土への年間接近数は5.5個。 トカラ列島以南の南西諸島は7.6個とされる。また、台風の発生数は7月から10月にかけて多くなり、8月で最大となる。それに伴い、接近数も8月が最も多い。しかし、最大風速と非最低海面気圧の観測上位30位以内、観測当初から1983年までの記録数は9月が最大となる。つまり、 9月頃に強い台風が南西諸島へ接近しやすいと言える。8月頃は台風の発生領域の北限がフィリピン北方海上となるが沖縄付近へ到達する台風は発達途中であるのも少なくない。9月頃になると台風の発生域は8月と比較して南下し接近時には最盛期の台風が襲来しやすい傾向にある。また、 台風の進路が西から東寄りの方向へ転換する地点。台風の天候点と言われるが存在し、8月は本州付近、9月は南下し、南西諸島へ移動する。台風はこの天候点で勢力は最大、かつ進行速度も小さくなる場合が多いため、9月頃の沖縄へ襲来する台風が最も勢力を大きく、 保持した状態で低速で通過する頻度が高くなると考えられる。沖縄には古くから季節の移り目に現れる雨、風を独特な言い回しで表現している。例えば3月頃に東、シナ海低気圧により吹き荒れる強風を、ニングアチカジマーイ、2月、旧暦の風回り、梅雨明けの到来を告げるカーチーベイ、ゲシナンプー。この時期は、 南から強風が吹く。10月から11月の秋には、新西、新北風。晩夏に吹くはじめの北風と、高の椎梅、高の小弁。差し場の群れが沖縄へ越冬する時期で、北風の吹く日は、小雨が降りやすい。12月下旬の寒波は、トゥンジービーサ、冬時の寒さ。2月頃の寒波は、ムーチービーサ、ムーチーと言われる月湯の葉に包んだ餅を、 旧暦12月8日、新暦の1月下旬から2月上旬に作って食す、習慣があることから、など多くの言葉を生み出している。南西諸島の主要都市を掲載する。データは現在、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。